帰国生サポートの TCK ワークショップです。今回の動画は東京学芸大学附属国際中等教育学校 A 方式の英語エッセイの添削動画になっています。こちらの動画は前回イントロダクションの添削から始まっている続きの動画になっています。なので最初から見たい方はこちらの動画を見てみてください。で今回はその続きとしてボディパラグラフの添削をしていこうと思います。はい、では前回の振り返りとして知っておいてほしいのが、thesis statement が Despite the situation, I think the rise in foreign tourists visiting Japan is a really positive phenomenon for the country. With more tourists, Japan can raise its popularity and it would also help Japan's economy っていうところにたどり着きました。で、じゃあオリジナルのボディパラグラフをまずここに貼ってあるんですけれども、最初のポイントとして大事になってくるのが thesis statement で挙げた順番にボディパラグラフを書いていくっていうところです。で今回見ていくと、1個目が人気を上げる、もう1個が経済を良くするっていうふうに書いてあるんですけど、ボディパラグラフだと逆 の並び順になってるので、今回はひっくり返してまず修正をしていきます。なので今ファーストセカンドってなってるのが逆で、こっちがまあセカンド、こっちがファーストにしたいと思います。で、今回はその中のファーストボディパラグラフだけ見ていく形にします。で、まず最初の部分としてボディパラグラフの基本の構成がオレオもしくはピールっていう形でやっていくことが私は多いんですが、今回はそのピールっていうポイントエビデンスエグザンプルリンクっていう流れの構成でやっていきたいと思います。でまずポイントですね。ポイントはこの thesis statement の理由をそのままもう一回ちゃんと述べる、どういうボディパラグラフにしていくかっていうのを、伝えるための文章になっています。でここでそのオリジナルのを見てみると、 First, when tourists visit Japan, they talk about their experiences to other people or post about it on social media って書いてあるんですけど、これはポイントではなくて、なんでポピュラーになるかっていう理由を先に書いてしまっていて、順番が変に変わってしまっているっていう状況になっています。で逆にその後に This makes Japan more famous around the world っていう風に書いてあって、ここが、ポイントになってくるので、まずこれを順番を入れ替えて、これだとちょっと文法がおかしいので First Japan could become more known across the world by people visiting from abroad っていう、いろんな人がやってくることについてのエッセイの質問だったので、そこに対してに、もっとポピュラーになるよっていうポイントを紹介します。でそこに対して、理由として1個目に書いていた文章、これがエビデンスとして入れます。理由を言う接続詞を入れて、They can talk about their experiences to other people or can post about it on social media っていう、なんで、いろんな人が来ると日本がもっと有名になれるのかっていう話を、持ってきます。で次にエグザンプルっていうものを書かないといけないんですけど、今回書いてあることもともとの内容が I think it's great that people are learning about Japan's culture and history and it will make even more people want to visit. When tourists come, they learn about Japan that helps spread our culture っていうふうに書いてあって、具体例にはなってなくて、どちらかというと自分の感想、もしたくさんの人が日本に来たら自分はどう思うかっていう感想になってしまっているんですね。これだとその根拠にはならないので、ここで欲しいのは具体的な、人が日本に来てとか人がどっかの国に行くことで SNS にそれについても載せることで、もっといろんな人がそこに行きたくなるっていうことを、シチュエーションを込めて説明するっていうのがエグザンプルになってくるんですね。なのでどんなエグザンプルを実際書くのかは、その生徒さんとの対話が必要になってくる部分ではあるんですが、自分自身だったらどういうことを書くかなって思ったと、まず For example っていう接続詞から、ここから具体で話しますよっていうのをちゃんと示して、I have a favorite Japanese YouTuber called Shio and she posted a vlog about her trip to Finland. これがその、自分が好きな YouTuber で、Shio っていう女性の YouTuber がいるんですけど、その方がそのフィンランドに行ったブログについて載せてたと YouTube で、これが SNS に載せる、
海外に行った経験を SNS に載せるってことを詳しく言ってますね。さらに In that vlog, she shared restaurants, museums, and saunas which represented the Finland culture. なんかそのブログではこうフィンランドの文化としてサウナとか博物館とかレストランとかを紹介していたっていう、自分がどういう情報を得たのかっていうのを聞きます。で I was especially attracted to the theme of the video which taught me how people in Finland thought about happiness. なんか自分がそこの経験からなんかフィンランドって世界で一番幸せな国っていうふうに言われてるんですけど、なんかそれについて考えさせられるビデオがテーマだったので、そこにすごく自分は惹かれた。で The video made me feel closer to Finland and gave me a goal to go there as soon as possible. そのビデオを通して自分はフィンランドに、より早く行ってみたいっていうゴールを持つことにつながったっていうふうに書いてあります。でここからそのもともと自分の言いたかった、もしたくさんの人がこう日本に来ていろんな経験をして、それを SNS とかいろんな人に話したらみんなそこに行きたくなるってことを、自分自身も YouTuber のフィンランドのブログでいろんなフィンランドの文化を見て価値観を知って行きたいって思ったっていうことで説明している形になります。でただこれだけだと、なんか自分の個人的な話で、じゃあ世界中の人そうなのかっていうと、あまりそういう説得力っていうのにはつながらないので、最後に使うのがリンクっていう、質問文につなげる文章になります。まず similarly っていう、同じようにみたいな接続詞を使ってちょっとこう抽象化していきます。で By visitors telling their personal stories and values of JapanI think it will appeal to people with various backgrounds, so increasing tourism is beneficial. なんかもし日本に来た観光客が自分の個人的な経験とか価値観をシェアしたら、いろんな背景の人が日本に興味を持ってくれて、日本が有名になるから、tourism っていうのは beneficial だと思うっていう質問の答えに戻ってくるっていうイメージになります。なのでこう、example はいかに具体的にシチュエーションとかイベント、なるべくスペシフィックに行った後に最後はちょっと抽象的に広げて、ちゃんと質問文に沿った形に戻ってくるっていうのが、ボディパラグラフのポイントかなと思います。でこのじゃあ具体例どこまで書けばいいのとか、どういうふうに具体例のアイデアを思い浮かべればいいのっていうのは、やっぱ結構生徒それぞれの考え方とか練習によってだと思うので、そこはやっぱり個別で指導ができると伸びやすいポイントになるんじゃないかなと思います。以上がボディパラグラフの、添削になっています。なので一番、復習するとポイントとしては、まずピールっていうポイントエビデンスエグザンプルリンクっていう構成を使いました。全然これじゃなきゃいけないというわけではないんですけど、大事なことは、ちゃんと何の、ポイントについて話すのかっていうのを最初に紹介すること、でそこに対してエビデンス理由付けと、ちゃんと具体的なエグザンプルで詳しくどんどんしていくと。でもそれだけで終わらさずに最後にリンクといって、ちょっと抽象化して、こう質問のトピックにちゃんと戻ってくるような形で締める。このなんか抽象から具体に行って、具体から抽象に行く、ここのスキルが伸びると、このボディパラグラフっていうのはよく書けると思うので、でここの練習が一番どう考えればいいのかとか、どんなアイディアで具体で思い浮かべればいいのかっていうところが、個別の対策がどうしても重要になってくると思うので、気になる方はぜひ対策、個別指導でしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。今回の動画も最後まで見てくださりありがとうございました。この動画で添削した英語エッセイをもうちょっと自分も練習したいよって方とか、あとこの試験と同じ日に行われる日本語作文も練習したいっていう方におすすめなのが、私自身が監修をしている東京学芸国際附属国際中等教育学校 A 方式のレベルチェック実力模試をやっています。英語エッセイも日本語作文も点数できちんと評価させてもらいますし、今回伝えたポイント含めていろいろフィードバックもする内容になっていますので、気になる方は、概要欄に申し込みのリンクがありますので、そこから申し込んでいただいたり、講座の詳細をホームページからご確認いただくこともできるので、検索してみていただけたら嬉しいです。また弊社では公式 LINE、Instagram とか X にてこういった情報配信を定期的に行っていますので、ぜひフォローしてサポートしていただけたら嬉しいです。さらに受験についてであったり、その他の英語資格対策とか、いつでも無料で、面談をさせていただいておりますので、そちらも概要欄のリンクからお申し込みください。では見ていただきありがとうございました。